庄司会長、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。ただいまご紹介をいただきました、千葉県酒造組合会長の庄司でございます。よろしくお願いいたします。今日は早朝にお集まりいただきました。ありがとうございます。また JR の方々には、千葉のシクラゴということで、千葉県のお酒をですね、提供させていただきまして本当にありがとうございます。今日本はですね、海外に向けて日本食がユネスコの世界文化遺産として、登録されました。中でもですね、日本食の代表はですね、発酵食品だと思っております。発酵食品といえばですね、日本は独特の麹の文化ですねございまして、特に千葉県はですね、醤油はもうもちろんのこと、お酒もですね、隠れた名城地なので、酒どころなんです。実は出荷数量もですね、日本で先ほど新潟の中継がありましたが、新潟は本当に名城地でございますが、千葉県もあまり知られてないんですが、出荷量としては日本で第7位なんですね。非常に多くの酒を出荷しているわけです。ところがあまり千葉県の酒、千葉で酒ができるのなんてよく言われるんですが、実際は、千葉県の各地でですね、いいお酒をたくさん作っております。遠くはですね、江戸時代の初めから、1600年の初めからですね、これはくるりの酒屋さんですが、酒造りを始めました。で、またその酒を東京湾を出て江戸に送っていました。それから1600年代の後半にはですね、水郷佐原地域でも酒造りが始まりまして、それも利根川、江戸川を経て江戸の仕事になっています。酒もですね、日本千葉の酒もそういう歴史がある、古い伝統と歴史があるわけです。今は非常に技術も進歩いたしまして、それぞれの地域でですね、特徴のある個性のあるお酒が醸されておりますので、どうか今日はですね、そういうチャンスですので、いろいろなお酒を召し上がっていただいてご賞味いただければと思っております。千葉県は今現在40の酒蔵がございますが、いい酒がありますので、ぜひご賞味いただいて、今日のシクラゴンのですね、旅を、思い出を深く、旅にしていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。庄司会長、ありがとうございました。それではここでオープニングのファンファーレを演奏してくださいました皆様方をご紹介させていただきます。千葉市文化振興財団アーティストバンク千葉より山田貴子トリオの皆様でいらっしゃいます。お一人ずつご紹介いたします。ピアノ、山田貴子さん。ベース、池尻博さん。ドラム、長谷川岳さん。ありがとうございます。千葉のシクラでは車内でジャズの生演奏を聴くことができます。その雰囲気をこの出発式でもぜひ感じてください。山田貴子トリオの皆様にはこの後も素敵な演奏をしていただきます。どうぞ皆様お楽しみになさってください。そして皆様向かってこちら左側、駅長さんの白い制服がとってもお似合いの JR 東日本千葉支社のマスコットキャラクター駅長犬も本日駆けつけてくれました。今日一日よろしくお願いいたします。
て会場の皆様、この後まもなく千葉のシュクラが到着いたします。到着を記念いたしまして、こちらの会場では鏡開きを執り行わせていただきます。ただいま準備をしております。もう少々お待ちください。大網、小原、勝田、一宮、大原方面、外房線、各駅停車、勝浦行き発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。かわりまして6番線からは55分発東京、品川、横浜方面。それでは鏡開きにご協力いただきます皆様方をご紹介いたします。私がお名前を申し上げますので、どうぞ前にお進みください。千葉県酒造組合会長、庄司文夫様。ご乗車お待ちいたしました。外房線各駅停車、勝浦行き発車いたします。ただいま係のドアをご案内いたします。小松線ドアが閉まります。ご注意ください。千葉県商工労働部観光担当部長、常波道明様。旅客鉄道株式会社営業部部長、岩瀬秀夫。東京品川横浜方面、快速口行き発車いたします。6番線ドアが閉まります。ご注意ください。6番線ドア閉まります。東日本旅客鉄道株式会社新千葉駅駅長、千葉俊郎。東京品川横浜方面、快速口行き発車いたします。以上、4名の皆様にて鏡開きを行わせていただきます。また今回この鏡開きにご用意いたしましたお酒、千葉県酒造組合会長の蔵元でございます木戸泉酒造株式会社様の本醸造のお酒でございます。それでは千葉のシュクラの運行を記念いたしまして、私がせーのと申し上げますので、皆さんで大きな声でよいしょと言ってください。木槌をお持ちの4名の方は、その会場のよいしょの声と同時に木槌を下ろしてください。それではプレスの皆様、よろしいでしょうか。参ります。せーの、よいしょ。ありがとうございました。めでたく鏡が開かれました。4名の皆様、その場で少々ポーズを撮っていただきまして、どうぞ写真プレスの皆様撮っていただければと思います。今駅長犬もポーズを撮ってくれています。もうしばらくそのままでお願いいたします。お写真の方はよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは千葉のシュクラの到着間もなくでございます。到着までの間、素敵なジャズの演奏をお楽しみくださいませ。Thank you.
とうございました。まもなくホームに千葉のシュクラが入ってまいります。今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。15分発千葉のシュクラ竹山行き到着となります。6番目ご注意ください。電車到着いたします。およそ2時間半、房総の食と景色をお楽しみいただけます。魅力いっぱいの運行となっております。車内では千葉県内の名酒の利き酒や千葉の食材にこだわったおつまみ等をご用意しております。また、ご列席賜りました千葉県酒造組合会長の蔵元、外房の名酒、木戸泉酒造株式会社の純米酒と南房総の人気店有限会社青倉商店手作りの房州のおふくろの味をお楽しみいただける千葉の酒&地産地消のおつまみセットをご堪能いただける旅となっております。千葉のシュクラがきっかけとなりまして房総の地を訪れる方々が増え房総の魅力を発見していただければと思います。
で出発までのお時間、車内でも堪能できる生演奏をお届けいたします。山田貴子トリオの皆様、引き続きよろしくお願いいたします。
ご案内申し上げます。15番線の列車は15分発団体専用列車の千葉の宿良立山行きです。まもなく発車いたします。千葉の宿良出発の際にホーム大変危険となっております。写真撮影今のうちにお願いいたします。スナップの車じゃねえよ。
ここ千葉駅から館山駅に向け無事出発となりました。これをもちまして千葉のシュクラ出発式を終了させていただきます。本日は皆様朝早くからお忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございました。この後ビュープラザ千葉駅前で千葉県酒造組合による千葉の地酒の販売を行いますので、引き続きどうぞお楽しみくださいませ。本日はご利用いただきまして誠にありがとうございました。